自分が1対3の1になった時、多分なんとかなる。今のゲームは多分ね、 MCSG の方がよっぽど難しいわ。ラグあるわ。お、出ました、みんなでバトル。コイン10枚のやつ。あ、今回は20枚だ。これ勝ちてぇな。これ勝てれば暫定2位に躍り出ることができますよ。キャラクターレース、キャラクターレース、なんだなんだ、パンパカパーン、レースが始まるぞ。誰が一番にゴールでたどり着くか当ててくれ。これ運ゲー。元気に動いてるのは調子のいい証拠だけど、誰が勝つのか分かんないから、レースは面白い。これ運ゲーかよ。ここに来て、どっすんで。まあピーチが勝たなきゃいいかなって感じですね。俺も手さえ選ぼうと思ったんすよ。もちもちで可愛いからさ。ああ、そういう感じなんだ。あ、でもなんか止まったりもするんですね。ピーチのやつ早くね。バッタンだっけ。は、俺の最下位じゃん。これはでもゴム兵の勝ちかな。ゴム兵っぽくない。ルイージーですかね。ということは勝者リプレイ、リプレイ、ここ登録ね。いいよその。あ、そっか、最後はドッスンがゴールするまで。でもこれさ、次ゴム兵が勝つってわけじゃないんですよ。なになになに、この待ち時間一体なんすか。あー、なるほどね。ピーチのやつ2位だと思ったけど、俺は20枚取られただけか。ワリオは6枚プラス13枚ですね。うわ、一気にお金が、コイン枚数で言えばルイージが勝ってますね。ズドン6か。まあとりあえずハテナボックス前ですか。うまいことすり抜けていければもう1枚買えそうですね。回してローラー、これはアクション系かな。あー、そうですね、これわかる。右回転左回転、右に走る左に走るなんですね。あとはジャンプか。つまり回転に遡んなきゃいけないってことですよね。うわ、これむずそう。これ30秒与えられない。これはワリオの勝ちかな。すごいピーチ、コンピューター強いってマジで強いんだな。これでもピーチがワリオの役やったらめっちゃきつそうですね。耐え切った。これ人じゃねえぞ。顔潰れてもうなんだかわかんないけど、この人すげえ。このプリンセス尋常じゃねえな。あー、でもプリンセスのおかげでコイン10枚もらえるんだ。早々にリタイアしたこの珍獣は。あ、上に来ますよね。そうですよね。次なるさらなるスターを求めて姫が追撃してきますけど、まあスーホリード。でもね、これ、あれですよね。コイン、なくなるから、ほぼほぼ。スター2枚になっても暫定2位のまま、なんですよね。さあ、ここでピーチが何をゲットするか。あの、キンキのゲットされたらやばいかも。このターンで取らないとやばいかも。ルイージよりはきっと上手いんだろうな。あ、ルイージより深く。あは、コンピューターはこれ下手なのかな。もっともっと深くまで行っていいってことですよね。もっと振りかぶっていいってことですよね。ワリオはコインがなくなっちゃいましたね。まあでもあんま関係ないから。あ、ワリオもまた同じやつやるんですね。どうせミスんだろうね。だったら飛ばしてもいいんじゃない。ミスってたらカットしますよ。
さあどうなるんでしょうか。シャトルハンマー、一番上まで行くと多分もらえないんだろうな。ワリオはすんごい力ありそうですね、やっぱ。ほら片手で持ってるし。お、結構振りかぶったよ。あー、でもやっぱりミスったね。カットカット。はい、やっぱりミスってました。コンピューターこれ下手らしいな。あ、あ、おうおう、チャンスタイム。これあれだね、物とかを移動できるやつですね、コインとかスターとか。でも逆に支払うこともあるんですよね。ピーチと誰かが、ワリオが、さあどうなる、スターを渡すかコインを渡すか。あ、コインの枚数、あ、スターの枚数が入れ替わりだ。ということはピーチが1枚2枚、あ、1枚になってワリオは2枚になるんだ。おー、どうなんでしょうねこれね。あ、俺また最下位だ。でっかい数字、よーし、素晴らしい、勝ったー、やったー。これで暫定1位ですね、一気に。でもコイン枚数的にちょっときついかな。最終的にね、コイン一番稼いだ人とかがあれなんですよ、あのスターをもらえるんですよね。ちょっときつそうですね。そこまで考えると俺ミニゲーム全然勝ててないんで、こっち行くじゃん。さあ、ついに俺もトレジャーボックスへ。みんな緑マスに止まったね、すごいな。やっと説明文読めるよ。シャトルを飛ばすのが分かる。アイテムの説明、キノコ、赤ずきちゃんは分かる。横取りボックス、アイテムを奪うことができるのか。じゃあ俺が欲しいのはスーパーキノコになってくるわけですね。あるいはキノコかな。この爆弾はミニクッパをクッパに変身させたんだ。なるほど。連打で振り上げて、連打で振り上げて B で振り下ろすんだ。ハンマー振り上げすぎるとシャトルがバネに弾かれて外れ。よし、了解した。結構振りかぶってもアウトだったからね。わあ、わあ、わあ、ドン。あんだけ振りかぶってもダメなんだ。もっともっと振りかぶっていいんだ。じゃあもう腰を痛めるくらい振りかぶっていいってことですね。了解した、了解したっつっても次の生放送これないんだよな、多分な。トロッコレースか。これ初代もあったんですけどね、めちゃめちゃむずいんですよね。これ連打で B でブレーキ、連打でスピードアップ、体重をかけるんですね。だから右に曲がるんだったら右にこう傾けないといけないってことですよね。あ、でもなんか左にんこれさ、右に傾けてるんですよ、スティックを。そしたら左に傾いてません、これ。逆なんだね、体重をかけるときは。カーブでは体重を内側にかけて、だから右曲がりだったら左にスティックを下ろさなきゃいけないんだ。本当これ、ちょっと最初で試してみましょうか。あ、そうですね。あ、いや違う、ピーチに任せてもいいのかな。俺今何もしてないんだよ。スピードマックス、いや、どうする、ストレートの時は俺もブレーキでちょっと調整してあげて。ピーチに任せてます。あれ落ちる、やばい落ちる、連打、あー、よーし、オッケー。33秒、めっちゃ時間かかってんじゃん、これ早くね。これ記録出した人すげえな、このソフトの持ち主、元持ち主。さあラストターンですね。最後はコインを取って終了。これはちょっと届かないかな、キノコゲットしたかったんですよ。だから
多分このハテナマスに多く泊まった人っていうのは別の人だな。俺1回か2回くらいしか泊まれませんでしたもんね。なんか最後面白いところに面白いマスに当たって終わりたいよ。できればな。ギリギリテレサは届くのかな。どうなんでしょうね。おや3。うわ、ギリギリテレサに届かない。天才かなこれは。やっぱ持ってんな俺。ほんと悪い方の方持ち持ちすぎなんだよねこれ。すごいな俺。パンチでアタック、ドンカク。うわ懐かしいな。マリオ64思い出しますね。ライバルたちと落とし合いをします。最後の人になったら勝ちとなります。ジャンプして、まあ、吹っ飛ばすって感じですかね。ドンカクがグラグラしてきたら動き始めるわけです。あ、場所が変わるんだね。ドンカクがパズルのようにこう動くんだ。じゃあ試しにちょっとワリオに突撃してみましょう。あ、別に乗っかりっぱなしでも大丈夫。やばい、この姫すごい強豪、非常に攻撃的。うわ落とされた。やべえ、めっちゃ攻撃的じゃんこのこのプリンセス。めっちゃオフェンシブなんですけど。やべえ、全然攻撃が当たりませんでしたね。一応スターの数では2枚、なんとか。コインの数ではこんな感じ。ボーナススター、ミニゲームスターは多分ピーチかな。これで2枚になりますね。これで暫定1位今はピーチですね。コインスター、これもピーチか。大量にコインをゲットした人ですよね。これで暫定1位、あ、ぶっちぎりの1位がピーチ。ハプニングスターがワリオ、3枚になりましたけど。ワリオはでもコイン数でピーチに負けてるんで、あーこれは桃姫ですね。潰れちゃって、なんかありますよ。英語表記だと彼らがクッパですけどね。混乱しますよね。本来のクッパはバウザーですか。バウザー、そこにいるのは誰だ。あなたはピーチさん。現れたな宇宙パトロール。あ、かっけーが、あ、私の早い。あ、そっか、前にはバリアがあるんだ。頑張れピーチ。バルーンスカートがすごい走りづらそうだけど。やべえ、先行だ。ピンクの先行。目が回っちゃった。覚えてろよ。昔のアニメとかにあるやつだな、こういうのって多分。あなたこそスペースランドのスーパースターです。おー、ピーチさんおめでとう。全然勝てなかった。ちょっと練習しましょうか。じゃあミニゲーム勝てる気しないわ。記録さ、結果3位ですね多分ね、自分は。あ、そうですね。詳しい成績ちょっと見ていきましょう。コイン数が、あ、あれなんだね、フルマックスで持ってたコインの枚数なんだ。俺は44しかゲットできてなかったんですね、フルで。ゴールドそのものは114まで取れてたんだけど、あまりの運の悪さにマックス持ってたコイン数は44なんだって。やっぱ天才だな俺、すげえな。あ、違う、ミニゲームの中で集めたなんだこれは。一番多く持ってた時は44、こんだけ持ってたのに俺は。マックスは44しか持ってないんだ。やべえな、やっぱ天才だ俺。すげえな。じゃあ、生放送いつやるかわかんないんですけど、生放送の日時は告知します。Twitter で告知しますんで、よければ確認してみてください。では、とりあえず、このパートはここで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方は、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。
ではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミーゴー。